スペインを公式訪問中の皇太子さまは400年前に日本からの使節団が滞在した南部の町で地元の人たちと交流されました。スペイン南部の町セビリアの近郊にあるコリアーデルリオに入られた皇太子さまは地元の小学生らから盛大な歓迎を受けました。使節団が400年前に滞在したこの町で今回皇太子さまを出迎えたのはその使節団の子孫と言われる人たちでした。この町には 公式施設団の子孫と言われる、ハポン、日本という意味の姓を持つ人たちおよそ600人が暮らしています。皇太子さまは滞在中のホテルで、ハポン生の大学教授や歌手らおよそ30人と面会されました。レセプション会場では東日本大震災報道写真展も開かれていて、皇太子さまは説明を受けられていました。